強く美しく彩色兼備のレーサーが史上初のグランプリ連覇を狙います。6番手3番小玉、1番後ろ5番の石井貴子、初のグランプリ出場とした昨年静岡での雪辱を誓います。さあ残り2周はすでに切りまして、バックストレッチ7番の奥井が先頭、後ろ4番石井弘子、3番手変わらず1番の梅川風子で打勝、前の2人7番の奥井と4番石井弘子、3番手に4写真ほどのリード、1番の梅川風子4番手以降を警戒、そして2番の小林修香、虎視眈々4番手、あとは6番の佐藤美奈、隊列全く変わらず残り1周切りました。内を救う3番の児玉葵、6番の佐藤美奈をさばいていった、そして5番の石井貴子は今日は最高峰だ。さあ先頭7番の奥井久美をめがけて後続殺到してくる、1番の梅川、そして2番の小林修香の上から3番児玉葵を落車転倒、1番の梅川と4番の石井弘子、さあ先頭は3番の児玉葵が抜け出して2着争い、2番の小林修香と5番の石井貴子、3番児玉葵連覇達成、ゴール。2着争いはどうか。